こんにちは、坂井キャンプコーチの柏瀬です。今回は初心者に多いボールを使ってうまく体を動かすことが苦手、ボールに合わせた体の動きがうまくいかない、そういったお悩みを解決するためのトレーニングを紹介します。試合の中でやはりボールに合わせて体を動かすこと、ボールに合わせてステップを変えたりとか、そういった動きというのは非常に大事なポイントになってきます。親子で楽しみながらやってみてください。はい、それでは早速やってみましょう。親子で対面して立って、じゃあまず子供は膝立ちで座ります。で、この時に、素早く体を動かすというのがポイントになるので、子供はすぐに体を起こして転がってくるボールを拾いに行きましょう。じゃあ行きますよ。転がってきたボールにすぐ反応して返す膝立ちで、投げる場所が変わってもそれに反応して、返していきます。では今度長座、お尻をついて足を伸ばします。この状態からいきます。で、手を使って、素早く立つっていうのを意識します。はい、よーい、スタート。素早く体を動かす、ボールに反応してそれにすぐに合わせて体を動かす。はい、では今度は、うつ伏せです。で、この時もしっかりボールを見てどこにボールが来るのかなっていうのを反応して、で、素早く立ちます。うつ伏せの場合は腕をしっかり使って上体を起こす、で、足を曲げて素早く立つっていうのを意識してください。お、ナイス。バウンドボールを投げてもいいですね。バウンドボールを投げられてもそれに合わせて体を動かしていきます。はい、それでは今度後ろ立ったまま後ろ向きます。今度は反応して動きましょう。手を叩いたらくるっと前を向きます。で、ボールを転がしてそれに反応して動く。これは通常の状態から瞬時に反応して動くという部分になります。後ろを向いた状態からすぐに反応して体を動かしましょう。はい、子供だけでやっててもなかなか面白くないので、今度はそのスピード、反応して体をすぐ動かすっていうのを勝負形式でやっていきたいと思います。親子で、このように真ん中にボールを置いてもらって、姿勢は何でもいいです。じゃあ今日は長座でいきましょう。で、じゃんけんをしてあいこになったら、ボールを取りに行きます。最初はグー、じゃんけんホイ、最初はグー、じゃんけんホイ、ナイス。はい、今の、アイコになった瞬間に腕を使ってすぐに立ってボールを取りに行くことができました。試合の中でやはり、体を素早く反応させて、体を動かすっていうのもすごく大事なポイントですし、ボールを扱う、ボールに合わせて体を動かすっていうのもすごく大事なポイントになってきます。親子で楽しみながらそういった能力を伸ばしていってほしいと思います。